皆さんおはようございます。弱小底辺 YouTuber ぶっちゃけ丸です。ということで本日ですね、弁護士懲戒制度についてお話ししたいな、まあそんな風に、ね、思います。まあ弁護士、となるとね、まあ司法試験に合格されたね、まあ法曹界のね、まあ一翼を担う、立場ですね。裁判官、検事、そしてまあ弁護士ということでね、まあこういったね人たちは、当然なんですけども、まあ基本的人権を擁護しね、社会正義を実現することを使命とし、誠実にその職務を行いですね、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならないっていうことでね、まあこれ弁護士法1条ですねということなので、まあ高い品位とね、不断の努力みたいなものがねすごくね求められるお立場ということになります。まあそういう点では一般人と比べるとどうでしょうか、なかなか厳しいお立場でもあるのかななんてね思えたりもするんですけども、まあやっぱ法律のね本当にもうあのいろいろもう裁判とかそういったところの最前線でねお仕事される人が、まあ、ちょっといい加減ではね心もとないなっていうのは当然あると思います。まあその高度なこう自治権っていうのを弁護士がねあの持ってるもんですから、あの懲戒、請求みたいなことをされた時に、これはですね弁護士会の中でね、どういったですね、まあ対応するのかということが検討されるということになりますね。まあそもそも懲戒請求というのはね誰でもすることができますね。これはあの弁護士法のね58条1項ですね。まあその利害関係の第三者でも可能だと言われています。まあただしかしですね、これに関してはあの実際じゃあいろいろね調査するとですね、まあ非常に根拠があやふやだったりね、まあ、あるいはなんか嫌がらせ目的なんですかなんていうようなねことで、まあ意外とまあなんですかね、その懲戒処分がね降りるということがまあ 2-3% ぐらいかななんて言われてますけどもね、まあそんなこともね含めてお話ししてみたいなと思うんですけど、まあの弁護士会がね、この懲戒手続きを開始するための要件というのがございまして、まあこれはですねあの対象となるのが弁護士でまずあることということですね。ですから弁護士じゃなければこの対象にもちろんならないと、さらにですねその弁護士会に所属していること、この2点これがね必要であるわけですね。まあそうなってきましてその弁護士のね、まあ、懲戒請求に対してどのようなことをね、まあ行うのかということで、まず最初にですね懲戒請求を受けた弁護士会っていうのは、まあ、あの後期委員会のね調査ということをします。これはですね、懲戒委員会っていうのの、まあ、審査の前にね、まあ、こういったものが設けられて調査するということになるんですけども、まあ、これはね、懲戒請求の乱用による弊害を防止するということとね、同時にね、一定の懲戒不相当事由を早期に排除して、懲戒委員会の審査をね、充実させる目的があるっていうふうにね、言われております。まあ、まあ、超後期委員会っていうのはねそういう意味ではまあ変な話ですけども、まあ古いみたいな存在なんでしょうかね。まあ、確かに何でもかんでもねそのまま鵜呑みにしてね調査なんかしてたら、まあいくらねやってももうキリがないっていうか、もう無限に来てもおかしくないようなレベルですから、まあふるいにかける必要は当然あるのかなと思います。まあ、後期委員会のね、まあ委員ですね、これはですね、弁護士会の後期委員会の委員はですね、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験者でね、構成されてますと。これもですね、弁護士法70条の3ですね。後期委員会の委員は刑法上の公務に従事する職員とみなされます。まあ、刑法7条1項ですね。したがって、公務執行妨害対象となったりですね、贈収賄の主体になったりしますということで、まあ、結構ね、こう厳しい権限が、まあね、
まあ、与えられると同時にですね、まあ、責任を負わされるということで、まあ結構調査するっていうこともね、なかなか大変なのかなという、厳格に要は行われているのかなっていうことだと思います。調査権限はですね、公金委員会はね、調査または審査に関し必要があるときはですね、対象弁護士と懲戒請求者、関係人及び観光省その他に対して陳述、説明またはですね、資料の提出を求めることができるとされています。まあ、弁護士法70条の7ですね。弁護士がこれらの提出を求められた場合は、正当な事由がない限りこれに応じる義務がありますということで、まあこうなってきますと、調査をするのに必要だということになってきたときにはですね、真摯にその調査を受け入れてですね、協力するということがですね、対象弁護士等ね、求められるということですから、逃れられないというふうにもね、言えると思います。調査、こうされましてですね、例えばですけども、その事実がこう特定されているかどうかとか、実質的に調査することにしてですね、特にね、懲戒事由に該当する事実の特定は、対象弁護士の防御の対象を明示することになりですね、また議決の効力が生じる範囲を隠せるなど、極めて重要な意義を有するためね、と格別な留意が必要になりますということでね、確かにあなたこういったことをしたから懲戒請求がね、今されてますよということで、それに対してね、調査しますよとなれば当然ですけど、自分は 何について疑われてるのかな、何について調べられてるのかなということが分かればですね、対策の講じ方も、出てくるのかなっていうことをね、これおっしゃってるということになりますけども、そうは言ってもね、調査に全面協力しなきゃいけないということになりますのでね、はい。それでですね、次に対象弁護士に弁明書を提出を求めてですね、争点を整理するということで、事案によってはね、懲戒請求者、対象弁護士、参考人を呼び出してね、その供述を聴取して調書を作成したりですね、証拠の提出を求めるなどして、懲戒事由に該当する事実が存在するか、それが非行に当たるかなどを調査します。除籍期間についても実質的に調査しますということでね。で、調査完了すれば、議決書案をね、作成、してですね、これをもとにね、公金委員会に報告させ、委員会においては議決流れになります。委員会は、の議事はですね、原則非公開。ですから、この状態自体の、何が議論になったのかとか、どういうふうな結論になったのかってことは、外部の人間は、ちょっとわからないですよ、ということにね、なるのかなと思います。これに対してですね、どうでしょうか、公金委員会の議決でね、それが調査終了すればですね、懲戒委員会ですね、に事実の事案、審査を求めることを相当と認めるかどうかの議決をすることになる。この公金委員会で議決するというのは、懲戒委員会に審査を求めることを認めるかどうかの議決なんですけども、種類がありましてね、一つがですね、懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるね。2番が懲戒委員会に事実の審査を求めないことを相当とする。3がですね、本件懲戒手続きは対象弁護士の死亡、弁護士資格の喪失、弁護士の身分の喪失により終了した。こういった、議決が出てくるのかなということになります。1と2ですよね、基本的にはね。相当と認めるか認めない求めないかみたいな感じだとは思うんですけども、これに対してね、いろいろあるんですけども、そういったものを経て、懲戒委員会のこの審査というのがね始まります。これもですね、弁護士法第58条のね5項でですね、弁護士会所属弁護士を懲戒するにはね、懲戒委員会の議決に基づかなければならないということがありますね。ということは、つまり、弁護士を懲戒するかどうか、ね、実質的な判断するのがこの懲戒委員会ということになるわけですね。ここの部分に関して非常に弁護士会のね、自治権というんでしょうか、そういったものがね、勘案されたこととなっております。で、審査ね、いろいろ長々とあるわけですけども、結果としてですね、いろんな、議決が出ると思うんですよね。
まあ、そういったものをですね、議決をですね、まあ、出せばですね、種類がありますけど、一つが、まあ、対象弁護士等をですね、除名することを相当とする。まあ、除名ですから、弁護士じゃないよということになっちゃうんですね。対象弁護士等に対して退会を命ずることができる、を相当とする。これはですね、弁護士の資格は持ってるんだけど、弁護士会の会員ではなくなりますよということで、まあ実質的にこれも弁護活動もできないのかなって感じはありますね。ですね、あとは3はですね、対象弁護士に対してね、まあ業務、をね、これ、まあ、停止するっていうことをね、相当とする。まあ、これ、期間がね、ちゃんとありまして、その期間の範囲内ということになりますね。4がですね、対象弁護士を戒告することを相当とする。そしてですね、5番、最後はですね、5番は、対象弁護士を懲戒しないことを相当とする。また6はですね、まあ、先ほど、申し上げた、対象弁護士の死亡、資格喪失、身分の喪失により終了するというようなね、形になると思います。まあ、これに対してね、懲戒するとき、弁護士からね、対象弁護士を懲戒するときですね、対象弁護士に懲戒の処分内容及びその理由を書面により通知しなければなりません。具体的にはね、懲戒書を作成し、対象弁護士を、まあ、言い渡し期日に呼び出し、懲戒書を読み上げて、まあ、その上でね、こう、それを手渡して、まあ、正本を送達するか、まあ、あるいはですけども、まあ、言い渡しはしないけども、そのまま正本を渡すかってことですね。まあ、そういった意味では、呼び出しに応じない場合はですね、送達の日をね、持って告知日とすることになりますってことです。懲戒請求者に対しても懲戒書の当本を送付します。除名以外の懲戒処分に対しては異議申し出期間内、懲戒した旨のね、通知を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内ですね、に日弁連に対して異議の申し出ができる旨を享受しなければなりませんということですね。懲戒しないときですね、懲戒請求者に対して懲戒しない旨の決定をしたことをの通知と、議決書の当本を送付します。また、異議申し立て期間内、懲戒した旨の通知を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内ですね、に日弁連に対し異議の申し立てができる旨を享受しなければなりませんということでね、対象弁護士等に対しても議決の当本とともにですね、通知をしますということになります。まあ、こういったですね、まあ、結構厳格にですね、まあ、行われてるなっていう印象があると思いますけども、まあ、実際に、難癖みたいなレベルのね、クレームみたいなものは、こういった厳格なこう調査によってね、どんどん跳ねられていって、だけど逆に言うと、いやいや、これは確かに問題があるねってなった時にはどんどん深掘りされていくのかなというふうになります。まあ、本当にね、なかなか大変だとは思うんですけども、これちょっと難しいのが、戒告であればね、まあ基本的に何かあるのかなっていうと、まあ例えばですけど、まあほとんど影響ないと、まああえて言えば3年間日弁連会長選挙の非選挙権を失うっていうね、まあことのほか、まああとね、まあ法律相談ですか、弁護士の法律相談等の名簿登録、名簿などの搭載ですかの抹消などの、ね、不利益を、まあ、被るというレベルなので、まあ、そんなに実務上大きな影響があるかなって感じではないですね。業務停止、これは、ね、2年以内の業務停止なんですけど、これは、ね、結構なかなか厳しくてですね、まあ、1ヶ月以上2年以内の期間、ね、弁護士業務を行うことを禁止する処分ですと。期間はね、月または年単位で定められます。初日参入によって計算しますということですね。でこれに関しては、まあですね、まあ、弁護士っていう身分はね、もちろん維持されますし、弁護士会の会員ということもね、当然あるんですけど、まあ、ただ懲戒処分を受けて業務停止されましたとなった時にはね、まあ、受任事件の辞任、まあ、ただしね、1ヶ月以内の業務停止の場合で、依頼人が継続を求める場合はその限りではないということですね。1ヶ月以内ということで一番軽い業務停止ですから、まあ、それを超えるような場合は、それ依頼者が継続を求めても無理ということですね。まあ、あとね、顧問契約されている場合はそれを解除してくださいよと。まあ、あと、
期日の延期、変更申請の禁止、裁判所からの送達と受領の禁止ということになりますので、まあ、少なくとももう法定代理人として仕事は全くできませんということになりますね、この期間はね。ですから、まあ、受任したものに関して辞任するのはもうやむを得ないですよね、もう無理ですから、はい。まあ、あとですね、保釈保証金の還付等弁済受領の禁止とかですね、まあ、いろいろ、まあ、あれも禁止、これも禁止とかね、新たなね、まあ、代理人、ほかね、弁護士との雇用の禁止とかね、いろんなものがあったりするんですけども、まあ、それからですね、さらに厳しくなって退会命令ですね。で、その最終的には除名ということでね、これはもう弁護士たる身分をね、一方的に奪うという非常に、まあ、重い処分ですし、あと3年間弁護士となる、ね、資格を失うことになります、ということなんで、まあ、仮にですけど司法試験ですか、また取ってね、合格してね、弁護士になりたいよって言っても、まあ、3年間は無理ですよみたいなね、まあ、こういったことになってしまいますということで、結構ね、今いろいろ見てみると、まあ、大きな話だななんて思うんですけども、まあ、ただこれはあくまでどういう決定を下すかというのは、私先ほど申し上げた通りですけども、まあ、懲戒委員会ですかね、ということなので、そこでどういう結論が出るかっていうのは、やっぱり相当こう時間がねかかるとは思うんですけども、どうでしょうか、懲戒請求された弁護士さん、そういった結論が出るまでの間っていうのはね、まさに針のむしろではないかな、まあ、そんな風にね考えることもできると思います。まあね、これはあくまで一つの事例なんですけども、まあ、例えばですけども、弁護士がですね、職務上知り得た情報をね、まあ、その他人に漏らしてしまったなんていうことでね、懲戒請求を受けましたなんていうのがありましてね、まあ、これはですね、まあ、例えばですけど、まあ不倫の公表とかですかね、これね、ちょっと今事例見てますけども、これに関してはね、不倫のなんか相手方の配偶者に通知しちゃったとかっていうのがね、まあ、こう懲戒請求されちゃったということで、まあ、これに関しては、戒告とするというね、まあ、ことで、結論が出てます。まあ、実際不倫とかね、まあ、不貞行為についてねバラすこと自体がね単独で違法となることが普通ありますよね、まあ、名誉毀損とか侮辱罪みたいなことでね、まあ、そういったことをね高い品位が求められるね弁護士がね、簡単に個人情報をね、お漏らししちゃったね、その知り得た秘密をね、もう守秘義務っていうのがあるわけですから、絶対に外部に漏らしちゃいけないのに、漏らしてしまいましたということでね、戒告処分となりましたということです。まあ、これがですね、まあ、一つのね分かりやすい事例なのかななんて思います。まあ、まあ、もちろんお金の横領とかになってくるとね、もうとんでもないってことでね、それこそね、まあ、弁護士の身分剥奪なんてことも当然あるんですけども、ただまあその結論が出るまではね、まあ本当に自分の立場がどうなるんだろうかって言ってね、心配で心配でね、もう本当夜も眠れないんじゃないのというぐらいね、ストレスかかってしまう人も弁護士の中にはいらっしゃるのかもしれませんね、ちょっとその辺わからないですけども、まあやっぱりね弁護士たるものね、まあ利益相反とかいろいろね、まあ、問題が出るようなことはやってしまえば、こういうね懲戒制度っていうものに対してね対象の弁護士になってしまいますよっていう可能性があるんで、非常にこう慎重にね例えば事件をね、受理するとかそういったことっていうのは出てくるとは思うんですけども、まあいろいろ、まあ、弁護士さんの立場でもね、対象弁護士の方でもおっしゃりたいことはいろいろあるのかもしれませんけども、まあ、ただね懲戒請求されても、まあ、言いがかりだなみたいなものはね跳ねられていくんだけど、もしそれが跳ねられないで本当に調査が入りましたってなってくると、いよいよちょっとね少し、まあ、ストレスが強くかかってしまうなと。実際まあね、この件についてちゃんとね調査しますよなんて言ったらどうなっちゃうんだろうなって心配なのはしょうがないのかなっていう感じはありますね。はい、ということなんで、まあね、
あの弁護士さん高いね品位が求められる、まあね、立場であって大変だなとは思いますけどもね、まあ、だけど職務上知り得た秘密をね守秘義務違反してね漏らしてしまうなんていうようなことをすると、まあ、ちょっと本当にねその責任がねあの強く問われてしまうっていう点においてはね、やっぱりそういうことをするような人っていうのはそもそも弁護士の仕事に向いてないのかななんてちょっとね思ったりもしながらね、いろいろ調べさせてもらいましたっていうことですね。まあ、本日もねちょっと尺が長い動画ですけども、ご視聴くださいましてありがとうございました。失礼します。